ネガティブな人が悪いわけじゃないじゃないですか。一つの性格っていうわけで悪いわけじゃないんですよ。意外とネガティブな人って優しかったりとか感受性強すぎたりとか、だから人より傷つくと思うんですよ。だからネガティブな人の味方のお店が絶対この世の中にあるべきだなと。全部で3ヶ月ぐらいですかね。不思議な森の中にある不思議なお家みたいな感じです。だから森お家っていう名前でちょっと迷い込んで、そういう一部の人しか入れないようなイメージで作ってます。普通の結構生活の中のあるあるというか面白いと思ったことをメニューにしてるだけなんですけど、中も出て面白くなかったねとは言えない空気だから、これは見た目は派手なんです。青と赤でザ・ハリウッドみたいな、ハリウッド超大作みたいな期待させる色で、でも味はね結構渋めなんですよね。だからちょっとがっかり感をイメージしてて、で混ぜるとこうすげえ汚い色になるんですよ。だからその見る前と見た後のギャップ感をイメージして、でちょっとラズベリーのお酒も使ってるので、つまんなかった映画にゴールデンラズベリー賞と贈られるんです。それの味にもかけて。ふざけるって結構大変なことだと思うんですよ。常識も知らなきゃいけないし、でそのデメリットもあるわけで、そういうしらけた目で見られることもあるし、ふざけるってね、僕多分多様性とか多分そこら辺だと思うんですけど、いろんな人がいていろんな考えがあって、日本人って特にこうみんなと同じじゃなきゃいけないっていう雰囲気があるじゃないですか。やっぱそういういろんな考えがあっていろんな人がいるっていうのを許される世界でありたいなって。